銀河メンバーの小田さんです。久しぶりです。超久々ですよね。久々ですね。半年ぶりぐらい。何しとったんすか。いやー仕事。嘘だほんまほんま絶対嘘だ。謹慎でしょ。謹慎ですね。めっちゃ新しいそのバッカーも新しいでしょ。で今日買いたてなんで。なんでなんすか。いやもうね、去年イカラ釣りをやりすぎて月15、6万使っとってね。月毎月。はい、毎月。で嫁の大目玉を食らいまして、はい、あの道具気づいたら全部売られてまして、かろうじてね、あのクーラーボックスとかは置いてたんでね、助かったんですけど、あとは全部お宝一番で売られてますね。嘘。ヤフオクとかじゃなくて。ヤフオクじゃなくて、あの持って行って、過去から持って行って多分売ってると思います。嫁も結構服とか売ってるんで。ああ、うん、それほんで売ったお金どうなったんですかね。売ったお金は多分嫁の生活費になってるんちゃいますか。多分僕結構 A の使っとったら40万ぐらいで売れたみたいなんで。そう、全部で。はい。え、40万なの。40万ぐらいで。もうちょっと笑えないですね、ねえ。これでも40万ってことは買った値段は 100ちょっとですね。100万ぐらい。 BBX のテクニウムで4万とかで売れたみたいなんで、うん、ほぼ半額で。あきつー、マジきつい。今日はあれでしょ。ん、奥さん。今日は奥さんはね、嫁が当直なんで黙ってきてますね。うん、奥さんに絶対 YouTube 教えたらダメです。教えたらダメですね。殺されますよ。殺されますね。今度は、え、まだ許してないんですか。釣りのですか。うんうん、やっぱ許しが出たというか、まあ、あまりまだ出ないの。うん、まあサビキとかある、ああいうやつやったら行ってもいいって言うけど、うん、こう宗教罪とかかったお金かかるやつは、うん、うん、やめ、あかんって。あかんって。あかんって。まあ、このね、ロッドケースが、これ3000円のロッドケース。物語ってますね。売られたっていうのが。サウ1本だけ。サウはね、リンカイ、うん、これだけ、リンカイのない安いやつ。と、BBX。AX じゃないですか。AX。一番安いやつ。一番安いやつです。え、これ、IM じゃないんじゃないですか。IM じゃ、え、IM でしょこれ。あ、違うんですか。IM や。IM、あの新型の今年4月に出たやつなんでこれ。うん、一応 IM 使ってるんですけどね。これスクリューじゃないですか。スクリューシートですよ。一番安いやつでしょ、リンカ。1万8000円。ね。はい。え、1万8000円でこのクオリティの。このクオリティでシマノはやっぱいいですよね。すげえな、シマノ。もう、うん、初めて使うんですけど、06の5m30。うんうん、十分でしょ。十分やわこれに BBX ストレートレバーブレーキに。リールは、リールは BBX のテクニウムのファイヤーブラック。一番高いやつこれ。もしかして、この前1週間前の8月31日に出たやつです。これいくら。これで8万ですね。これ奥さんには、これは内緒ですね。スクリューでこれめっちゃあれいいっすよね。めっちゃいいですよ。1万8000円でスクリューってね。1万8000円でスクリュー、定価ももう3万ぐらいなんで、うん、それでまあ売り値がだいたい2万前後で、うん、すごいすごい。まあ得やと思いますけどね。得や、うん、お得やと思うんで。今日久々に釣りましょうね。はい、釣りましょう。いやー、嘘、軽い。軽いですね。え、何それ、アジ。アジ、アジ、両方アジ。詰めたんすか。ん、仕掛け詰めた。ちょっと詰めましたね。
サイズちゃいます。軽いかな。はい。チルですね。チルやけど。マイクロチンタ。マイクロチンタ。すごいモゾモゾ。モゾモゾあたり。モゾモゾですか。マイクロチンタ。抜き上げでした。抜き上げでしたね。抜き上げレベルでした。これ抜き上げても炎上しない。大丈夫ですよ。それは大丈夫でしょう。これ抜き上げても炎上しないでしょ。これは大丈夫でしょう。チンタ。お、あ、僕の方がでかいですね。はい、すみません、投げても炎上せえでしょ。多分抜き上げ何個これ、あ、ゼロゼロゼロどう思います。いけるでしょ。いける、思いっきりいったら息をつけて、せーの、よいしょ。おお、さっきと同じ。ここは5時からが勝負なんで。5時から、はい、長安が言うてたんで。マジですか。マジです。呼び捨てしていいんですか。引きや、今日一の引き。上がってきた、上がってきた。何何ええちょっと小田さん、ごっつい引いたから何や思ったら、小田さん、アジでした。でかいけど、ここでかいけど、めっちゃコブダイとか言うから、コブダイかもうそうじゃないですか。今度は間違いないぞ、間違いないぞ。タモいります。いや、いりますけどね。いや、これコブダイでしょ。え、頑張って頑張って頑張れ。止まらない。ちょっと出てますね、ドラグ。ねえ、いや、ドラグ出さない。いや、もうゆっくりやりましょうよ、ゆっくり。今日見せ場ここしかないですから。はい。これ、チヌやったらどうします。ゆっくりですね。でもこれ、ボラでしょ。ボラやったらどうします。ボラやったらびっくりですね。コブやったらコブかボラどっち。コブでしょ。でもちょっと浮いてるな。チヌやん。ほんまほんまや、すくってすくって言われた。チヌやん。どうぞ。おっしゃー、ありがとうございます。はいはいはい、今日一番ですね。はいはい、どうぞ。はい、はい、はいはい、はい、どうも。やりましたね。やりましたよ。もう最後の最後、最後の最後ですね。神様祝福してくれましたね。神様ね、小田さんの復活を。久しぶりの釣りの復活を。よいしょ。小田さん、はい、やめられないですか。やめれないですね。これがあるからね。これがあるからね。いやー、結構いいサイズ。42、3ですね。4まで、うん、夜遅くまでお疲れ様でした。やりましたね。やりましたね。今日は半年ぶりの釣りで両肩が釣れて良かったです、うん、ね。はい、なかなか手応えもあって、一瞬コブダイかなと思ってすごい引きあったんですけど、うんうん、もうブワーって走るんでね、うん、もう左右あちこち走るんで、コブダイかボラやのなと思って。そう、僕もね、ねえ、そう、下に突っ込んでなかったから、はい、下に突っ込まってる、上で走るからね。そうそう、ボラで、あ、これボラかなと思ったら、えらい元気なチヌでしたね、うん、ねえ、すごい綺麗な、イツキじゃない、ほんまのね、うん、よかった、海遊性のチヌだったんで。よかったよかった、よかったです。あれあれ、これを機にまた釣り復活してくれるんですか。またそうですね、週1回ぐらいはやってくれる。はい、奥さんの許しを、奥さんにちょっと動画見せて。見せんの。いや、見せて、うん、やっぱ釣りの楽しさを伝えて。見せるんすか。うん、え、今日行ったことバラすんすか。いや、今日は行ってる、行くんはね、知ってるんですよ、一応。知ってんの。はい、だって岸釣りはせえへんと、ただ遊びでサビキ300円ぐらいでサビキ行ってくるわって言ってるんで。うん、はい、ああ、そうそうそう、淡路とは言うてない。ほんなら、うん、今日もし YouTube 上げたら奥さんに見せる、はい、見せますね。見せる、はい。僕はあるもんな、なんないですか。
ん？あ、大丈夫ですよ。またあの悪友に誘われてまた死ぬ釣りの道上ちゃんってやろう許さないってならないですか、ね、まあそれはないと思いますけどね、人当たりはいいんで。あ、よかった、うん、それはないと思います。じゃあまたたまに釣り行きましょう。そうですね、またたまに行きましょう。ちょっとハマったんちゃいます。ちょっとハマりましたね久しぶりにやるとやっぱり あの引きいいですよね。いやもう今日めっちゃ間違えましたよね。でも間違えましたね。え、まずいやまずうんグレをアジを噛んだいって言って、はい、うん、でグレスズメダイスズメダイグレをスズメダイかと思いましたね今日は。あ、そう、はい、グレの引きをスズメダイって間違えて、はい、アジを噛んだいに間違えて、そうですね、アジのすれがかりなんで引いたんで、うん、ぐわーっと突っ込んでいったんで、うん、わこれ噛んだいやと思って、うん、もうだいぶなまってますね。だいぶなまってますね。感覚がね。ちょっとずつ取り戻しましょう。取り戻さないとダメですね、うんうんうん。じゃあまた。じゃあまた。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。はい、それではさよなら。はい、さよなら。はい。